はい、6月9日火曜日、ね、小学5年生の国語の内容をちょっと確認していきたいと思います。まあ、こんな感じでずらーっと書かせていただきましたが、今回のメインでありますのは話し言葉とそれから書き言葉についての説明ですね。テキストは25ページの問題になっておりました。こちらの内容をちょっと確認していきたいと思います。そもそもこの話し言葉と書き言葉ってどういうのですかっていうと、話し言葉っていうのは今皆さんが動画で見てて私がこういうふうに話してますよね。その言葉のこと話し言葉、書き言葉っていうのはまさにこんなふうにホワイトボードに書いてる言葉ですね。こんな形になります。で、話し言葉っていうのは聞き手に対してですね、伝える言葉になります。で、書き言葉に関しましては今度は読み手ですよね。まさに、手紙とかですね、メールとか、そういうことで送って相手に読んでもらう、そういう読み手に対して伝える言葉になります。で、話し言葉なんですけれども、まずポイントなのは相手の反応を確かめながら説明できますね。まあ、この録画の動画だったらちょっとまた別問題になっちゃうんですけれども、基本的に相手と対面してですね、話して伝えていきます。授業とかでも先生が説明しますよね。で、相手の反応を見てですね、あれちょっと分かってなさそうだなとか、うん、逆によく分かってるな、なんていう形で反応を見ながら伝えることができるので、その場で臨機応変にですね、内容を変えることができます。で、書き言葉に関しては、逆にその場にいない人にも伝えることができますね。メモとか書いといて後で渡してですね、読んどいてくれっていう形、あるいはメールとかね、手紙とか送ってその場にいない人にも伝えることができるのが書き言葉になります。そして話し言葉と書き言葉でやっぱりですね、大きくちょっとできることとできないことといったらあれなんですけど、分かりやすいことと分かりにくいことっていった方がいいかね、がありまして、これですね、やっぱり同じ音の言葉ですね。こういった同じ音の言葉なんですけど、話し言葉だとちょっと分かりにくい時があります。で、どっちかなーなんていう形で考えたりするね。書き言葉では漢字とかですね、書きますので、そうすると漢字見れば、あ、こっちの意味かなんていう形で分かりますね。まあ、例えば一つ例としてですね、家庭なんていう言葉をちょっと出させてもらいました。家庭ですね。はい、ちょっとあえてカタカナで書きましたけれどもね、家庭っていう言葉なんですけど、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、例えばこっちの家庭のことなのか、それともこっちの家庭のことなのかっていう形でね、まあ、その発音とかのイントネーションとかでね、アクセントって言った方がいいかな、とかで、まあ、分かったりもする場合があるんだけれども、まあ、こんな感じ、同じ読み方をする言葉ですね。どっちかなーなんていうふうにですね、考える場合が話し言葉ではありますね。書き言葉だったらこんな風にすぐね、漢字で見れば、あ、こっちかっていうのが分かりますね。問題とか、ここの漢字の問題とかでもそういった同音異義語ってやつが出てきますんで、結構ね、あれどれかなって迷ったりするときありますよね。はい、そして、さらに話し言葉ではですね、その場で伝えておりますので、その話してる人がですね、表情とか顔の表情とか身振りとかね、こういうことだよっていうんでね、そういうのことで、まあ、言葉だけじゃなくって、そういった表情とか身振りなどを使っていろいろ他のことも伝えることができるよっていうのが話し言葉では、ちょっといい点がありますね。で、また書き言葉に関しましては、何度も読み直したり後で確かめたりすることができますね。基本的に話し言葉だとその場で伝えた形でね、まあ、メモとか取ってると書き言葉とかのね、こっちになるんだけれども、まあ、その場で伝えただけになっちゃいますね。だけど書き言葉でね、書いてあれば後でね、確かめたりすることもできますし、何度も読み直したりすることもできますね。やはり授業とかの勉強とかでもね、先生の言ったことをメモしたりしてですね、後で確かめたりなんていうすることもできますね。はい、そして、話し言葉なんですけれども、最後にですね、こちらの方なんですけど、例えばですね、質問を受けたりしますね。これどういうことですかって質問を受けます。そうするとその場ですぐ答えることができます。その質問に対して、こういうことだよってすぐ教えることができます。で、書き言葉でもし質問する場合だったらば、相手にまず渡さなきゃいけませんので、その書き言葉ね、なんかメモとかでですね、質問を送ってもらって、でそれを、確認して、まあ、送り返すみたいな形ですね。それなので、多少ちょっとですね、時間がかかっちゃうなんてことがありますね。
て言ったらいいんでしょうね、チャレンジとかっていうのが今あるんかな、そういう通信とかでやりますね、講座とか、そういうのはやっぱりそういう形の書き言葉のポイントですね。で、書き言葉に関しましてはですね、あと、わからない言葉とかがあったりすると、それをね、調べたりすることができます。ね、話し言葉で聞いてて、あれ、今の意味がちょっとわからなかったなって言っても、まあ、すぐこういうふうに質問できればいいんだけど、できない場合もありますよね。あ、そうすると、あれ、さっきの言葉ってどういう意味だったんかなっていうのが、まあ、ちょっとすぐわからなかったりするんですけど、書き言葉だと読んでって、あれ、この言葉の意味わかんないや、じゃあちょっと辞書で調べようっていう形で、調べたりすることができたり、場合によってはその人にね、この言葉どういう意味って聞いたりすることができますので、そういったことができるのが書き言葉だよっていう形でね、押さえておいてもらうといいかなと思います。はい、ということで今回ちょっとね、話し言葉と書き言葉というのがメイン事項になりましたのでね、こちらの方でちょっとね、出させてもらいました。こんな形でそれぞれですね、いい点ですね、あとはですね、ちょっとわかりにくい点とかもありますので、そういったところをですね、しっかり分けて押さえておいてもらえたらなと思います。では、本日の国語はここまでになります。ぜひとも皆さん算数も上げておりますのでね、割り算、割り算、小数の割り算、ぜひね、頑張ってチャレンジしてみてください。ではまたですね、次回お会いしましょう。じゃねー。はい、失礼をばします。はい、出て、はい、すらせん、ね。